東予市は愛媛県の東予地方にあった市である。瀬戸内海に面子東予港を要する。平成の大合併で西条市へ合併され、2004年11月1日に消滅した。市町村合併による新市名を検討する中で、合併当時は東予新産業都市の開発が進んでいた時期であり、幼稚に恵まれた東予市には工場が多数立地し、人口も増えて、 将来的には、東予地方の中でも、中核的地域になるのではないかとの期待もあり、そうした夢も込めて、東予市としたとされている。元の地名の三部川町が、南読地名であったことも一因である。東予は本来、伊予の東という意味で、東予市を含む愛媛県東部一帯を表す、広域地名である。具体的な市町村としては、東は川の江市から、西は、 中層郡丹原町や落ち郡菊間町までの広い地域を指す。西条市への合併により自治体としての東予市は消滅したが、港名は東予港カーフェリーも発着しており、合併後も東予という地名は残っている。なお、東予という鉄道駅はなく、特急停車駅は三部川駅である。これ以前の歴史は三部川町、三好町の記事を参照。 また二町の成立以前の旧村の記事も参照。今治市と西条市に挟まれた東予市としては、中宗群の二町とともに一市二町での合併という選択肢もあり得たが、小松町が早々と西条市とともに合併する方針を明らかにし、丹原町も同調する動きを見せたため、東予市もより大きな市となって、行政力を高め、四国中央市、新居浜市、 今治市にごしていくという観点からこれに合流した。新居浜市も含めた応答予的な市町村合併構想については、新居浜市や西条市がが積極的に推進する姿勢を見せなかったため、将来の課題として扱うこととなった。合併協議の過程では、新市庁舎が西条市庁舎に決定し、新市名も西条市となるなど、旧最上市のペースで事態が進展することに対し、 心情的に反発したり、投与し、投与の地名が消えることを惜しむ声もあった。富士防愛媛本社、三部川、工場住友重機械工業愛媛製造所、最上工場1934年に名称オン、株式会社三部川工場が誘致され、1954年には、約1200人の従業員を抱えるなど、大きな産業となっていた。 1964年の東予新産業都市指定と共に県営工業団地造成事業が進められた。県営工業団地の3号地には1973年に住友重機械工業、住友イートンの場、4号地には1975年に住友アルミニウム製錬、住友共同電力が進出した。最盛期の1981年頃には、 住友重機械約600名、住友アルミニウム精錬約430名、住友共同電力約100名の従業員が従事していた。しかし、石油危機器や円高による構造不況などで1984年には、住友アルミニウム精錬が撤退し、他の住友グループの企業、富士棒三部川工場も大幅に減員された。その後、 住友アルミニウム製錬の工場跡地は、東予インダストリアルパークとして分譲されている。現在では、日本製鉄や浅川造船、田保工業所などが進出している。日本製鉄瀬戸内製鉄所阪神地区、東予は2000年に、日清製工東予製造所として竣工し、普通校霊園後半の製造基地で交代色、溶湯亜鉛、アルミマグネシウム合金メッキ後半の、 主力生産拠点となっている、有料道路国道剣道、ありがとうございます。